水の神様のスキル予想して。私はね、なんかね、神様はね、なんかその元素のコンセプトが、そのまんま再現されてる。例えば、雷元素共鳴ってさ、元素粒子が、一粒多く生成されるっていう効果じゃん、雷が。雷元素粒子が。ねえ。なので、氷の神様、雷の神様は、まあ、元素チャージに関連する能力なんだろうなっていうことで、結局ライデン将軍ってめちゃくちゃ原茶上げるキャラじゃん。まあ、原茶ってか爆発回転させるキャラじゃん。で、草元素って知恵の国だから、まあ、多分熟知いじるキャラなんだろうなって思ってたら、まあ、やっぱりナヒーだってめちゃくちゃ熟知いじったり草元素つけれるキャラで。で、まあ、水元素のコンセプトは回復なので、まあ、水元素の神様はヒーラーなんだろうなって思います。個人的にでも、もう水元素のヒールって別にバーバラココミンがおるから、まあ別、なんかそいつらと差別化はしないといけないよね。ただただ水元素めちゃくちゃつけれますよっていうだけの回復だったら、まあそれこそココミンの立場を奪っちゃうから、なんか別路線じゃないとダメ。なんだろう。だからオーバーヒールかなとは思う。体力、今エウルアの上限が 19,099 だけど、なんか水の神様の回復は体力を上限突破して回復して、体力がなんか 25,000 ぐらいまで回復しちゃうみたいな。で、なんかオーバーヒールしてる数値が多ければ多いほど、なんか味方にバフがつくみたいな。それぐらいしか残ってなくね？残ってない。で、神様はみんなサポーターっていう風にはなんか運営さん言ってたみたいなんで、どっかで。だから、まあ、そんなぐらいじゃないかな。そういう効果じゃないと、なんかどうしようもないよな。他のキャラクターの立場を奪っちゃうからね。無敵時間作れるとか。それはね、勝利先生のシールドが実質無敵だからあんま関係ないわ。HP 上限バフってこと？あ、まあ、ありかも。HP 上限に応じてダメージアップが入るよ、みたいなね。ちょっとだけど。面白そう。